スムジの挙動はまか不思議、それより髪色謎めいて、パッと見普通の髪型だけど後頭部はパンドラの箱。今日はミステリー灰原さん、多分コナンで最難関、ミラクルキュートなサイエンティストの見ていい角度はいつも一つ。はい、皆さんこんばんにちは、佐藤健です。今回は名探偵コナンの灰原愛ですね、愛ちゃんの髪型を作っていきます。実は過去に一度作ったことがあるので、なんとなく僕は謎を解いているんですが、パッと見これ普通のボブに見えるかもしれないんですけども、まずつむじの位置が人間じゃありえないところにあって、しかもそのつむじは画面を見てる自分たちからいつでも見えるっていう、このムーバブルなつむじですね。他にもこのカクカクしているところだったりとか、あとは大問題は髪色ですね。愛ちゃんおしゃれさんなんですよ。なので時期とか映画によって髪の色が全然違うので、これは髪の毛染めるときにまた説明します。ベースはこちらの明るめなブラウンのウィッグを使います。実際この色の愛ちゃんもいるので、このままでも問題ないです。あとは前回作った時に毛が少し足りなかった記憶があるので、毛束も足して作っていきます。なんで今年キッドの映画なのに今愛ちゃんやねんって感じかもしれないですが、この人帽子かぶってるんですよね。まああとはちょっと正体バラさない方がいいかなと思って内緒にしときますね。以前作った時はこの真ん中あたりですね、2段目の毛量が足りなかったので、そこに増毛していきます。前作ったのをお渡しした方、もし見ててくれたらごめんね、 4,5 年前の僕は毛量を足すっていう頭がなかったんですよ。今じゃ首もげるぐらい足してるのに申し訳ない。毛量を足し終わるとこんな感じです。次はカラーをするので一回ちょっと失礼しますね。ウィッグは人毛じゃなくて普通のカラー剤じゃ染まらないので、こちらを使っていきます。今回は低確率で小学1年生に戻れるかもしれない薬っぽいやつを使って染めていきます。細かいんで一回手止めて説明するんやけど、愛ちゃんの髪の色って23色あんねん。ごめん、普通に戻すわ。灰原さん、おしゃれさん、まあその実作画担当の方が変わってるだけだと思うんですけど、アニメの年代や映画ごとに髪の色がバラバラです。なんですけどジンが赤みがかった茶髪と言っているので、今回はこの赤系の色を使っていきます。このにこやかなアポトキシンの中にはですね、染料が入ってますね。さっき後ろで入れてたやつですね。今回はピンク4の赤1の割合で入れます。黄緑は促進剤で、水色は塩が入ってます。こちらをオーバードーズ。アポトキシンの過剰摂取ってやばいよね。この危なそうな鍋の中といっても、まあいつも粉ドバドバ入れてるんでそれより薄いんですが、この中に一度洗ったウィッグを入れていきます。画面で伝わるかは分かんないんですけれども、ドピンクにしたいわけじゃないので、ほんのり赤みがかったら OK です。良さげな色になったらシャンプーしていきます。うん、知ってた。耐熱とはいえ高温でかき混ぜながら染めるとだいたい絡まりますね。これを絡まりほどいてまっすぐにするのにおよそ4時間かかります。じゃあ染めなくていい色で作りゃいいじゃんっていう話なんですが、その通り。赤みがかったという原作の設定に近づけたかったのと、まああとはアポトキシンやりたかっただけですね。電球色と自然光で少し色の見え方は差がありますが、これでカラーが終わりです。続いてつむじの位置を動かしていきます。ウィッグのつむじがですね、かなり耳より前にあって、これはこれで不自然なんですけれども、人間のつむじがだいたいこの辺りですね。個人差はあります。で、肝心の愛ちゃんのつむじはここです。つむじってだいたい生まれつきなんで、もうどうしたとしか言いようがないんですけれども、この位置にストレートアイロンを使ってつむじを動かしていきます。根元に熱を当てて毛の流れを変えていきます。わかると思いますが、これは人間にやらないでくださいね。今回は右側のつむじパターンで作っていきます。この位置にあるとかなりこうビジュアル系みたいな流れになりますね。続いてカットをしていきます。カットの仕方は実際には2種類できると思いますが、今回はこの段を入れるやり方で切っていきます。まず一番下を顎の下でほんのり前下がりにまっすぐテンションをかけない状態でカットしていきます。
もう一個のやり方はパツンって切っただけの状態でカクカクウェーブさせるんですが、風吹いたらずれるのであんまり現実的じゃないですね。まっすぐ切るの苦手な方はバリカンを使っていくのも手ですね。あんまり前下がりで切ってないんですけど、この後の工程で後ろへこんじゃうので、これぐらい残しておいた方が安全ですね。次は前髪をカットします。前髪はセットするとかなり浮いて短くなってくるので、その分も考慮して少し長めに斜めにカットしています。後でセットした時に微調整で切ることになりますが、ひとまず上のパネルも下のガイドと合わせて同じ長さでカットしておきます。ここまでは普通ですが、だんだん個性的になっていきます。つむじの部分に短い毛束を作るので、おおよその長さを決めて一束ガイドを作っておきます。つむじの位置のせいで反対側がここになりますが、顔の横に同じように毛束を作っておきます。こっちの方がちょっと長いですね。上の段切った時に下がスカスカになっちゃダメなので、その分の量は残しておいて、残りの髪をさっきのガイドと同じ長さにカットしていきます。そのために最初に毛量を足した感じですね。左右のガイドの長さが違うのと、つむじの位置がヘンテコなので後ろのカットラインもヘンテコになります。ぐるっと一周全部切ってるわけじゃなくて、つむじ側のここですね、ここは絶対切っちゃダメです。切っちゃうと下が穴開きます。ベースのカットはもうこれだけですね。簡単ですね。簡単か。上の段の髪のみチョップカットで毛先をなじませていきます。下はパッツンのまま残しておかないといけないので、上だけとあと前髪ですね、なじませておきます。少し形特殊ですが、これも一応2ブロックにはなるので、コナン君の時に話した2ブロックの方が犯罪に巻き込まれる論は当てはまるかもしれないですね。灰原さんの毛先って薄っぺらくというかペラッとなっているんですが、これだと後ろの量がありすぎてならないので、襟足の髪を刈り上げることにしました。なので今回の灰原さんの髪型は3ブロックの髪型ということになります。もしさっきの2ブロック巻き込まれる論をこれに当てはめちゃったら、3つになるとより危ないアルコール度数の高い組織に狙われる可能性があるってことですかね。口ばっかり動かしすぎたので、テキパキ手を動かしていきたいと思います。前髪がですね、どの絵を見ても一箇所だけ絶対割れてるので、ここだけ分け目を作っておきます。あと残りはナチュラルで大丈夫です。で、灰原さんの前髪、今回のやり方でいくとここから生えてることになりますね。すごいところから前髪来てますね。セット中につむじが動いても嫌なので、ここだけミストを振って風で崩れない位置から乾かしておきます。前髪を触ってもつむじが動かなければ OK です。これで前髪の毛がすべて確定したので、目の上の髪を切って V 字バングを作っていきます。世代のせいもあるけれど、 V 字バングってちょっとチャラいですよね。いろんなものを参考にした結果、表面の髪は11束に分けてあります。毛束の表面だけ熱を当てて、コームのテールでクキッと角を作っておきます。冒頭の工場で言っちゃってると思うんですけど、灰原さんって灰原さんに見える角度がほぼ1箇所しかないんですよ。厳密に言ったら正面とつむじ側に60度、この幅だけです。前も作った時360度頑張ってみたんですが無理だったので、しっかりその角度からを大事に作っていきます。スタイリング剤をつけていきます。下の毛つけなくていいので上の毛だけしっかりつけていきます。根元潰れたくないところだけ軽く逆毛を入れて表面整えて、さっきの角を出していきます。まあさっきのね、60度とは言いつつも、なるべくちょっと広い範囲愛ちゃんに見えるように角度を調節しながら作っていきます。セットした上で上の毛なじみづらかったら毛先の量を調節して、下となるべくなじむようにしておきます。前髪の細かいところも整えて、動きの強い毛束だけしっかり固めて作ってあります。最初血迷って見える角度増やすために回そうかなと思ったんですけど、前髪がある髪型だとちょっとこれできないですね。毛先はミストをつけて薄っぺらい状態を作っておいて、ミストが乾いたらパッツンに切って、これで完成です。角度の話きっとこれで伝わります。
世の中には謎のままにしておいた方がいいものもあるというのを今回学びましたね。描かれていない角度を無理くり作ったことによって横はまあいいんですけれども、後ろがもうカニが乗ってるみたいな状態になってしまいました。なんかすいませんでした。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してまた見に来てください。それでは。